設定上最低なキャラクターは腐れ外道じゃない？結構腐れ外道のエンディング衝撃的だったんですけど、このキャラで起き上がり投げ爆捨てで避けて追撃できるキャラいましたっけ？サスカッチそんなやばいの？腐れ外道はマジでやばいっす。まあ、お父さんが妖怪になって、そのお父さんの、もう人を食うのやめてくださいっつって。お父さん、私と一緒に暮らしましょうっつってね、娘が、エンディングで来るんだけど、その娘を最後食うっていう。ソドムもそんなになの？はい、プライムサブスクありがとうございます。お、関岩流さん。フロンティア。フロンティア役員なの？まあね。うますぎるなよ、俺。ボタン押すの間違えたんですけど。やっぱそうだよね、ブロッキング。うまい。この序盤で鳥がいけるんだったら、最近やっぱね、もうちょっと。やらかした。マジで？そんなバカなこと。危ねえ。狙われた。わー、マジかー。2回打っちゃダメだったな、今。なんかやっぱ届いてほしいな。マジで。わあ、強い。マジ？その選択肢太かったな。
投げられてよかったな、ダメだったな、押しちゃったな。この組み合わせやっぱ、うん、難しいね、難しい。これやっぱそうだよな、割り込めるって考えると、竜な気がするわ。使います。あんまりゲージはね、気にしなくていいんですよ、この組み合わせ。どうせ溜まるから。わ、安っ。我慢対決。我慢対決。機械王は名作。そう、だから結構ね、剣が弾抜けしやすくなってるか、まあ、剣はもともときついんだけど、低くなってるっぽい。竜は、まあ、言うて、でも大ボスなんだよな。あー、これダメ。あとね、ここちゃんと取らないとダメ。あとあれだ、あ、これが刺さる。あの後ろ歩きをするから、これが刺さる。人読みです。やっぱ食らってくれるイコールね、V 取りには結構機能してるんだよね。これね、テクスになってると。
よろしく。プライムサブスクありがとうございます。やっぱね、こう、なかなか難しい組み合わせ。